これよりご覧いただきますのは浜松三日日で伝わるもののけの伝説、ヌエの物語。それでは参ります。闇よ、雷光走りて恐れ訪れ。平安の夜、牛水時の宵の空、雲を裂いて現れたるはヌエと呼ばれるもののけなれば。猿の神戸にタヌキの袋と鬼は茶が生え虎よ手足、ひょうひょうとなくその声が響き渡れば、恐ろしやと病に伏せる者ばかり。この痛み